しくお呼びでござるか。いつもとこまると中華家にござります。清盛にございます。さあ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 、これまで忍び六軍、はい、4つやってまいりましたね、うん、さあ今日もは5つ目でございます。はい、今日は何をやるのでしょうか。今日は何を作りたい。筆記用具を持っていきたいんだ。まあ確かにね、忍者にとってはこういろいろね、備忘録で書かなきゃいけないですからね。うん、だからやったきを作りたいねんけど、はいはい、ここでね必要になってくるのが鉄を加工する技術。確かに今まで民中工房にはなかった技術だこれ。そうですね、そんなんできんだろうか。おでね、あの ローで止めていくっていう方法があって、銅と銅やったらくっつけられるのよ。鉄と、あの銀と銀でもくっつけられるっていうような溶接技術を身につけたから、はいはい、これで銅と銅をくっつけたらどうやろうと。どうやろうと、うん、進化してますね、うん、素晴らしい。そうっすよね。はい、まああの行政わかります。やったってって、はい、わかります。形はなんとなくわかってます、うんうん、こうなってこうキセルみたいな形してるやつ。ああ、そうですね、そんな感じの、ね、はいはいはい。だからあの中にはね、その管があって筆も入れなきゃいけないし、はい、ね、墨つぼみたいなところで墨も入れなきゃいけない。そしてそれを蓋にしなきゃいけないっていうのがあるんで、それを果たしてどうやって作るのか、この後やっていきたいと思います。あ、揃いました。はい、はい、これね、ホームセンターでも簡単に手に入るんだけど、うん、銅の筒よ。こんなん売ってんだ、うん、これ多分あの水道の配管とか、あのガスの配管とかするやつやねんけど、はい、それのな、このエンドキャップをつけていくと、うん、収まるやん。こう形の違うんですよ。これが墨つぼなんのよ。これだけでできてしまうと思うんだ。これを切って加工してやな、はい、銅の今回はこの銅をこう熱でつけていくための、うん、これで溶接していったら、はあ、じゃ縦ができんねん。こんな風に作るなんて想像もできなかったですわ。せやねん、これさえあればよ、金属加工もできてくれ。はいはいはい、はい、おー、当時のものも金属なんですか。結構銅のもんが、うん、銅とか真鍮が多いな。そうですよね。お、じゃあぜひちょっとやってみましょうか。はい、やっていきましょう。はい、あっちやってみる、触ってみ、ほんまにあっちやってみる。熱ない。あ、熱い熱い。どうよ今日はこれ一本でいくつもりだな。え、どうだけでいくつもりだな。どうかんですこの最初、粗いとこな、はい、最初落としていくから、うん、大きな口開いて、おう、おう、これ なんていうか知ってます。この機械鼻毛刈るやつじゃないですか。鼻毛刈ったっちゃうわ。違うのか。歯医者さんで使うやつですよ。歯医者さんで使うやつですか。歯医者さんで。歯医者さん。リューターっていうの。ルーター。リューター。リューター。うん。これで。ロータちゃん。やめたのに。聞こえたもん。これで、綺麗にしたら、これ、カバッと入るのよ。わかる？これ、カバッとはめて。あとでここをちゃんとローで流し止めていくね。なるほど。ここがケツになるやんか。はい。でこれとこれとこう合体させるんだけど、うんうん、このままではちょっと味気ないんで、これがしっかり入るようによ、この形に削りたいのよ。はいはい。ここにたら分かれる。ここにトントン乗るように、うん、なんかここまで削っていくわ。お願いします。何してんの。うまいね、それ。いいよ。フラッチェ、懐かしい。もう目を開けてくれ。こんな感じ。ああ、できてますね。どうや。これでここにこうつけたらな。いい感じじゃない。もう、箱やたってんうん、確かに見たことある形ですね。これでここにこの蓋を切ってやな、蓋をつけていくから。はい、まずここまで作ってくれるか。わかりました。はい、はい、できました。できました。ほぼ形はできてきてるやん。こんな感じな、うん、はい、こいたらでよ、これにな、羽をつけていかなあかんのよ。ここ墨つぼと筆が出てこんようにこんなんついてるやん。はい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 。トントン乗せて長板でクックッと開けたら、うん、どっちもできるやつ。じゃあロード目をしていきたいんだけど、これがローナ、うん、で、これがフラックスっていう、その要はこのままでつきにくいから被膜を落とすためにできるのよ、うん、これ塗ってこれ入れてガストーチで熱入れてると大体780度ぐらい、
800度ぐらいで溶けていけるから、10度で溶けていけるはずやな。ういっす。どうよ。いや、それがどうなんすかね。ちょっと確かに。とにかくこれを先に焼くのよ、一回。うわちょっとねこの辺いびつになっちゃうんですよ。でも、まあ、最初にしたらな、上等上等すごいわ。筆はまあ出ないでしょうと。見えるけどな。え？見えるけどな。はいは。中の筆がよ。そうですね。外から見えてる状態。まあでも別に。そして。気を入れて、そうエイジングしたみたいなんで、ちょうどあんま見えにするとピカピカなんだよ。でそのピカールあるやん、これ、はい、それを手に取ってグニグニグニと取ると蓋開けな感じでピュッとちょっとつけて手でグリグリグリと伸ばしてあげる。手でいいですか？手でいいよ。でもピカピカになるんですか？ならへんやろ、お前の手真鍮か。銅がええ感じになるんだ。全部本当に全部飛ばすね。いい感じやろ。お、なんかすごい。いい感じに。お、鈍い。そう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 。いい感じだよ、それが。放ち始めた。はい、ということで翔平さん。はい。だいぶ苦労しましたが、できましたよ、とて。今まで生きてきた中で一番いいやつって、うん、いやいやもうちょっとね回を重ねてやるんですけど、これをだから中に筆と墨粒も入れて、うん、そうまた墨入れてやるんですけど、だこうやってあれですよね、任務行ってあちょっとこれメモっとこうってなったら、うん、紙取り出して書くんですよね。ほうほうほう、いけんの。ちょっとやってみましょう。が出てくる、出てきた、ね、この片隅の中にね、ちょっとって本物だよ、猫の毛がやんの、猫の毛なのか。さあ、果たして描けるのか。おお、おお、いいね、いいね。ほら、書けますよ、高丸とかね、ちゃんと書けますね。大好き。ダメにやね。あー、すごい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 。これで、ね、やっと、内野とで作れるってなかなかないんじゃないですか、これは。じゃあ、これだったら、鉄の加工技術を手に入れたってことが大きいね。
つまり、うん、この後他にもいろいろ応用できるってことですよね。それ忍中部鉄工所が開けるそうですね、そうですね。おお、これはいい技術とそして物を手に入れましたね。そや、はい、ということでこれで5つ目でございます、うん、で残りあと1つですよ、しゃべろくぐ。そや、ほんでも全部そうだったら旅に出よう。そうですね、はい、せっかくね教える清美さんいなくなっちゃいましたけど、あいつ途中で帰るんだからあいつ雇ってなしやそうですね、はい、全部ね記憶術で傷つけてね覚えてもらいたいと思います。はい、はい、ということでね、もう1個最後にやっていきたいと思います。それではまたご呼ばれもお呼びくだされ。これにてごめん。